北里大学保健衛生専門学院 AO 特別選抜入試を知ろう。北里大学保健衛生専門学院入学センターの関智美です。本学院を第一志望にする受験生の方には選願制の入試があります。指定校推薦入試、公募制推薦入試、 AO 特別選抜入試の3つです。指定校推薦入試は本学院が指定する高校で学校長の推薦基準を満たす条件はありますが、書類選考のみとなります。公募制推薦入試は学校長からの推薦の上で面接試験が行われます。さて皆さん、 AO 特別選抜入試をご存知ですね。 AO はアドミッションズオフィスの略となります。ん？何それ？そこのところちょっと詳しく説明します。それぞれの学校には学生募集要項というのがありまして、その中には入学者の受け入れ方針、これをアドミッションポリシーというのですが、それについて書かれています。受験生の皆さんがこの学校に入りたいと思うのと同じように、学校にもこんな学生さんに来てほしいなという方針があります。ちなみに本学院の保健看護科の場合、求める学生像に6つの項目が書かれています。看護師・保健師になりたい気持ちが明確で、看護に関心を持っている学生、他者の話をよく聞き自分の考えを表現できる学生、生活・健康の自己管理ができ、責任ある行動が取れる学生、さらにはコミュニケーション能力に富んだ学生さんに来てもらいたいなといった内容になっています。 AO 特別選抜入試はそれらのアドミッションポリシーに照らし合わせて、その受験生がこの学校に合っているかな、どうかなということを丁寧に話し合いながら納得できる形で合否を決めていく入試制度となります。AO 特別選抜入試の手順は、まずオープンキャンパス等に参加いただきます。次にエントリーシートを本学院へ提出ください。エントリーシートの提出条件には、事前にオープンキャンパス入試説明会への参加が義務付けられています。こちらがエントリーシートになります。エントリーシートには、こんな質問が書かれています。例えば、日頃から人との関わりで気をつけていることは何ですか？自分の健康管理で特に気をつけていることは何ですか？実はこちら、本学院のアドミッションポリシーの求める学生像として確認したい内容が質問として現れています。エントリーシートが提出されますと、本学院から出願資格認定証を送付いたします。その後、出願書類を本学院へ提出してください。入学試験は面接となります。その後、合格発表という流れになります。 AO 特別選抜入試は一番早くエントリーが始まります。先にエントリーをしていても、後に高校から推薦がもらえれば、指定校推薦や公募制推薦の出願に切り替えることが可能です。このようなメリットのある AO 特別選抜入試のこと、ご理解いただけましたでしょうか。残り少ない高校生活ですが、自分の将来につながる大切な時間です。充実した時間をお過ごしください。それでは学院でお待ちしています。